知的財産権著作権著作権法著作権法の歴史連邦法発の著作権法は1790年に新聞の一面に全文が掲載された。アメリカ合衆国著作権法の歴史では米国著作権法の法的な変遷について解説する。1776年のアメリカ合衆国独立宣言後にはいくつかの州が 独自の著作権法を有していたものの、1790年に初めて米国連邦法として著作権法が制定された。当時、議会可決後の承認署名を行ったのは、初代大統領のジョージ・ワシントンである。1790年当時の米国著作権法は、世界初の本格的な著作権の制定法とも、いわれるイギリスの暗報の流れを組んだ内容となっていた。 その後、米国著作権法は数回の改正を経て、1947年からは合衆国法典第17編に収録されている。そのため、今日の米国著作権法の条文といえば、主に合衆国法典第17編を指す。連邦法としての米国著作権法は、連邦議会によって頻繁に改正が行われている。 1998年から2014年の16年間を例にとるとこの期間に可決制定された著作権の改正立法は計20本以上に上る。これらの中には著作権に関する国際条約の批准に伴った大幅な改正も含まれる。連邦法の改正立法は無数に存在するが以下が著作物のジャンル横断で適用される主な 改正点である。1776年のアメリカ合衆国独立宣言以前はイギリスの植民地下で言論の自由や出版の自由が弾圧されていた。その意図はバージニア州の直命知事を務めた英国人ウィリアム・バークレー教の1671年発言からも読み取れる。私が思うに神は自由な学校も印刷も許してはいない。我々は 学校も印刷も100年間持つべきではないと願っている。なぜなら、学問は、不服従、異端、セクトをこの世にもたらし、出版はそれらをばらまき、最善の政府を希望するからである。また、特に印刷業が発達していたマサチューセッツ州では、一部に限り出版特許が1662年に与えられていたが、1664年には、ケンブリッジ地区を除いて、 印刷を全面禁止し、違反者は印刷物を没収されるほか、出版特許も剥奪される法律を制定した。この当時は、あくまで出版業者に対する複製の特許を与え、他者による海賊版印刷を取り締まることが主目的であった。つまり、今日のような著作者本人の権利を守る著作権法というものは、植民地時代には存在しなかった。 米国連邦議会の権限規定連邦議会は、著作者及び発明者に対して、それぞれ著作及び発明に対する、排他的権利を一定の期間に限り付与することにより、科学及び有用な議芸の振興を促進する。権限を有する。合衆国憲法第1条第8項第8条1776年の独立を受け、同年にペンシルベニア州が先駆けて、 大学を通じて、すべての有用な学問を奨励、促進する旨を州憲法で歌った。続いて1780年には、マサチューセッツ州憲法で、文学と科学の利益保護は、立法府と行政府の義務であると定め、1784年には、ニューハンプシャー州憲法にもこの権限規定が、取り入れられた。さらに1787年制定の、 アメリカ合衆国憲法第一条へと著作権に関する立法権限の精神が引き継がれていった。合衆国憲法制定会議は全般的にフェデラリストと反フェデラリストの意見対立が多く見られたものの、著作権条項に関しては異例の満条一致で可決している。この著作権条項は今日でも普遍であり、判例上も重視されている。 米国著作権法制の父、ノア・ウェブスターの肖像が一方、憲法レベルではなく、著作権法として、個別具現化したのは、1783年の、コネチカット州著作権法が初である。それ以前は、特定のものに出版を許可する法律はあったものの、広く一般人を対象とした著作者の権利を保護する、著作権法は存在しなかった。 このコネチカット州著作権法の制定に寄与したノア・ウェブスターは今日では辞書の編纂者として知られているが同時にアメリカ著作権法制の父とも呼ばれている。ただしコネチカット州著作権法が保護の対象としたのは民札の書籍、小冊子、地図、絵図のみである。また、米国民内し米国居住者の創作した著作物のみが保護対象であり、 かつ衆に著作物を登録する必要があった。著作権保護の期間は14年であり、満了時に著作者が生存していれば、さらに14年の延長が認められていた。著作権侵害があった場合は、複製された著作物の価値の2倍相当の損害賠償が認められ、違法複製物は没収された。このように著作者を守る一方で、 出版社などが不当に高額販売しないよう、価格への言い申したての制度も導入されていたことから、著作者と利用者の権利をバランスさせた内容になっている。コネチカット州に続き、デラウェア州を除く他州も、州著作権法の制定を行っている。メリーランド州のように、著作者の国籍不問で著作権保護する、州著作権法も一部は存在したものの、 各州出身の議員で構成された大陸会議での決議を受け、米国民の著作物だけを保護する国籍条項を取り入れる州法が主流であった。この国籍条項や合衆国憲法の著作権条項はヨーロッパの大陸法的な発想とは異なっている。フランスやドイツなど大陸法の国々では、著作物とは著作者の人格を投影した成果物であることから、 他の誰でもない著作者の所有物であり、著作物の創作にかかる労力に見合った利益を享受する権利があるとも考えられている。人格理論については、ドイツの法哲学者ヘーゲルを労働理論については、イギリスの哲学者ロックの政府に論を下敷きにしている。人格理論や労働理論の立場ならば、著作者がどの国籍だろうと等しく著作権保護されるべきとの、 結論に至るはずである。しかし、米国においては、著作権は、産業、文化の振興政策として付与されるものだとする、産業政策理論に立脚している。産業政策理論は著作権条項の文面にも、見られるように、あくまで公共の学問を奨励することが目的であり、その手段として著作権保護があると捉えられている。したがって、米国内の学問奨励のため、 米国民以外の著作物が合法的に海賊版として出版されても著作権法で保護しない政策を米国は取っていた。合衆国憲法制定会議での決議に基づいて著作権条項が規定されたことから連邦議会が著作権法及び特許法を立法化する権限を得た。これに従い連邦著作権法が1790年5月31日に 連邦特許法が同年4月1日にそれぞれ制定されている。この連邦著作権法は前年の1789年にコネチカット州出身会議員のハンティントンらが起草しており、その後数回の修正を経て成立している。ハンティントンはコネチカット州著作権法の立役者であるノアウェブスターと婚姻にしていたことから連邦著作権法も ウェブスターの起草に影響を受けていると考えられている。1790年の連邦著作権法は、イギリスで1710年に制定された暗報との間でも多くの共通点が指摘されている。例えば、暗報も1790年連邦著作権法も、正式法律名が告示しているほか、条文の内容も、蓄語的な引用が見られる。暗報の立法目的にも、 学問の奨励が記されており、合衆国憲法の著作権条項と方向性を同じくする。しかし、その立法目的の背景には、本音と建前の違いがある。イギリスでは、暗報の2年後に1712年因子法が成立しており、これは書籍や新聞に課税するものであった。もともと民衆の教養レベルが低かったことから、 暗報によって向上できる学力というのは、そもそも一部の知識階級に限定されており、実態は調税目的だったと考えられている。戦術のようにイギリス植民地化で学問の機会を奪われていた、米国の教養レベルはイギリス以上に悲惨な状況である。従って、米国の著作権条項に謳われている学問の奨励という理念も著作物を利用する。 民衆側の学力向上ではなく、著作物を創作する著作者側にインセンティブを与え、著作物ビジネスを進行するのが実の目的だったとの説がある。そして欧州各国と創建する水準の著作物を生み出したり、出版社を法的にコントロールして統制力を連邦議会に持たせるために、連邦著作権法の制定が必要だったとも考えられている。 他国の著作物を著者に無断無償で自国で出版する海賊出版社の差し絵。1886年に風刺漫画雑誌プックに掲載。コネチカット州著作権法と同様に1790年の連邦著作権法でも著作物は登録しなければ権利の保護対象とはならなかった。著作権法における登録とは 著作権の主管当局に提出された著作物のコピーと著作者の氏名、住所などの必要情報を記入した申請書類に基づき法的保護の条件に合致するもののみ認める一連の法的手続きである。世界的には著作権の法的保護に登録手続きを必須とする方式主義と登録せずとも著作物を創作した時点で自動的に権利保護される。 無方式主義に大きく分かれ、米国は方式主義を採用していた。著作権の保護期間もコネチカット州著作権法と同様、著作物の作成から14年間であり、著作者が生存している場合はさらに14年間が延長されるため、最大で計28年間が認められていた。権利保護の対象も米国籍の著作者であり、米国内に流通する。 著作物に限定されていた。すなわち、米国内で出版した海外からの輸入本や、米国籍の著作者が、米国外で販売した音楽レコード輸出などは、権利保護の対象外であったことから、これらの著作者に、印税やライセンス料が入らない事態が発生していた。1800年から1860年代までは、海賊版出版時代と呼ばれ、 特に1837年からの強行を背景に、米国内では、米国外の著作物が、盛んに、無断、無料で複製されていた。1870年代後半のハーパーを皮切りに、大手出版社が、国際著作権保護指示に転じたことから1891年に、国際著作権改正法が成立し、著作権保護の対象が、 国際的な著作物にまで広がることとなった。1790年当時の著作物の対象は、書物、地図及び図表の3種類に限定されていた。音楽、美術、演劇は保護に値しないと連邦議会ではみなしていたためである。ただし、音楽は著作権保護の対象として明文化されていなかったものの、慣習的に書物に分類され、 著作物の登録がなされていた。音楽が著作権の保護対象として正式に明文化されたのは1831年の著作権改正法である。1865年の改正法では写真及びそのネガが加わった。これは南北戦争を撮影したマシューブレーディの写真知名度が高かったことを受けての改正だと一般的に言われているが、 実際にはブレーディは1865年の法改正前の時点で写真作品をアスコに登録しているためブレーディと法改正との関係性は否定されている。続いて絵画、図面、彫像、純粋美術の原型及び図案が明文化されたのは1870年の著作権改正法である。1909年の改正により著作物は書籍、 定期観光物、講義、演劇もしくは、ミュージカル作品、音楽作品、地図、美術作品、美術作品の原型及び、図案、美術作品の複製物、科学、または、技術上の図面、写真、印刷物の11種類に分類し直している。1915年改正法では1909年改正法をベースに、 映画が加わり、さらに1972年改正法では、録音物が加わって13種類となった。著作物の国際流通の増加に対応すべく、世界各国が著作権に関する多国間条約を締結する動きが広がった。米国著作権法の第101条によると、米国の加盟する国際条約、協定は以下のように列記されている。 万国著作権条約1952年採択同年発行。米国は1952年に原価名国として署名レコード保護条約1971年採択1973年を発行。米国も1973年に批准し、1974年3月10日から思考ベルヌ条約1八8六年採択。 1887年発行。米国は約一世紀後の1988年に加入し、1989年3月1日から、施行 TRIBS 協定、1994年採択、1995年を発行。米国は1995年1月1日から、施行ワイポ著作権条約、1996年採択。 2002年発行。米国は1997年署名。1999年批准。2002年3月6日より、施行はイポ実演。レコード条約。1996年署名。2002年発行。米国は1997年署名。1999年批准。 2002年5月20日より、思考その他世界的には3、ベルヌ条約をベースに著作権保護の共通化が始まったが、19世紀当時は外交上、他国へ干渉しない、文老主義の立場を取っていたことから、米国はベルヌ条約の協議の場には参加していたものの、原加盟は見送っている。さらに、ベルヌ条約が1908年のベルリン改正で、無方式主義を採用したことから、 英米法の流れを組む、方式主義の米国は、ベルヌ条約に加盟できなかった。また英米法では、財産権の側面を著作権法で規定、保護していたのに対し、大陸法では、財産権だけでなく人格権も認めている違いがある。そこで、ベルヌ条約未加盟の米国とラテンアメリカ19、各国は、1910年に、ベルヌ条約の条件を緩和した内容の、 ブエノスアイレス条約を採択した。続いて、ユネスコの支援のもと、ブエノスアイレス条約をベースとして起草された、バンコク著作権条約が採択され、ベルヌ条約加盟国の多くもこれを批准したことから、米国と欧州、日本などの各国をまたぐ、国際的な著作物が保護されることとなった。しかし、ベルヌ条約と比べて、バンコク著作権条約は、 保護内容が緩やかであった。加えて、万国著作権条約締結時の米国著作権法は1909年改正ベースであったため、司法判断の際に役立たない時代遅れの産物、国際標準から取り残されているといった批判が有識者や著作権利益擁護団体などから長年なされてきた。こうしたベルヌ条約批准に向けた国内法整備の機運の中、 米国著作権法における20世紀最大の大幅改正が1976年の著作権改正法によって実現した。1976年の改正以前は連邦法が既発表著作物を、そして州法が未発表著作物の著作権をそれぞれカバーしていたが、1976年の改正によって正式に未発表著作物も連邦法による 保護下に含まれることとなった。これに伴い、アスコへの著作物の登録も任意となっている。また東海製以前は、フェアユースがもっぱら司法判断に任されていたものの、東海正によって正式に成分化された。さらに技術革新や社会需要の変化に伴い、1976年の著作権改正法では著作物の定義が広がった。 著作物の定義を記した第102条や、連邦議会に提出された改正法の趣旨文には、映画、テレビ、ラジオ、コンピューター、プログラムなどの文言が登場している。映画を例にとると、米国における映画館のスクリーン数は1975年頃を、境に急激に増加しており、ハリウッド映画業界の転換期とされている。また IT 業界では、 マイクロソフト社の前身であるトランホデータ社が1972年にアップルコンピューター社が1976年にそれぞれ創業するなどコンピュータープログラムが米国産業の成長の柱となり始めた時代でもある貿易赤字に苦しんでいた当時の米国にとって米国著作権法を改正することで映画や IT などの知的財産を国際水準で保護して輸出を促進する狙いがあったとの指摘もある。続いて1988年制定、1989年施行のベルヌ条約履行法によって、米国も無法式主義に転換したほか、建築著作物も著作権保護の対象となった。さらに1990年制定の資格芸術家権利法により、 資格芸術作品に限って著作者人格権を新たに保護対象となった。1990年代からのインターネット普及に伴い著作物がデジタル化されてインターネット上で流通するようになった。このような社会変化を受け国際的にはワイポ著作権条約が1996年に採択された。これに交応する形で 米国内では1998年にデジタルミレニアム著作権法を成立させ、デジタル著作物に関する著作権侵害の罰則とインターネット関連事業者の面積条件が明文化された。しかし、著作権侵害の有無が不明瞭でも、とりあえず削除のインセンティブをインターネット事業者に与え得るとして、大魔化への批判の声は国内外から寄せられている。 大魔化成立以降もデジタル著作物に関連する法案は連邦議会に多数提出されているが大幅な改正は廃案が続いている。2010年に提案され上院のみ通過した後に廃案になったオンラインにおける権利侵害及び偽造防止法や故意化の修正案として位置づけられていたが2011年に廃案となったプロテクト IP 法案。 同2011年に廃案となったオンライン海賊行為防止法案と商業ストリーミング重犯罪取締法案ソパの対案として同2011年に提出されたが廃案となったデジタル取引オンライン保護取締法案などが例として挙げられる大マカに関連する小規模な改正法としてはシムロック解除法法が2014年に可決制定されている 携帯電話事業者の許可なく携帯電話のシムロックを解除すると大まかが定める技術的保護の回避禁止に抵触してしまう。これを法的に回避するため大まかの免除措置が行われてきたが免除更新が切れた2013年からは違法となっていた。2014年のシムロック解除合法化法成立によって再び暫定的に合法化している。 その他の分野を見ると、デジタル配信の音楽ダウンロードや電子書籍など、デジタル著作物の社会普及を勘案し、米国著作権法第109条で定めた、精人論をこれらデジタル著作物に拡大して、適用すべきか、検討段階にある。特に、デジタルレンタルの分野では、精人論の適用による利便性の向上が見込まれるものの、 ライセンス許諾の観点で時期尚早の政府介入が逆に市場の発展を歪めるとの意見が米国商務省のインターネット政策タスクフォースより上がっている。また、著作権者と著作物の利用者の仲介役は著作権管理団体の半ば独断上であったがインターネットの普及によって構図が変わった。著作権者側の窓口が著作権管理団体なのに対し、 利用者側の窓口をインターネットサービス事業者や携帯電話などの通信事業者が務める構図である。音楽業界を例にとるとアマゾンミュージックやスポティファイなどが著作権利用料込みで一般ユーザーに課金し、それを一括して著作権管理団体に支払うマネーフローである。これらインターネットサービス事業者の市場における存在感が増すにつれ、 著作権者や著作権管理団体との利害衝突も発生している。これに関しては米国よりも欧州連合が先行しており、2019年4月可決同年6月施行のデジタル単一市場における著作権に関する指令に基づき EU 加盟国は国内法を整備する義務を負い、権利者サイドとインターネットサービス事業者サイドの利害調整と 単一化を目指している。ありがとうございます。